しよう。ユランダルを騙せる口実を思いついた。学園長、一つ思いつきました。天命組織内のメゲントロピーのスパイがいて位置情報を漏らしたというのはどうでしょう。ダメ、それじゃあ天命内部で混乱しちゃう。ブローニャの案はメゲントロピーが今回の崩壊を招いた目的そのものが S 級バルキリーを狙撃することだったため、彼女が到着してすぐマークされたというものです。かなり合理的な感じね。でも S 級バルキリーをターゲットにするには今回のメゲントロピー部隊では戦力が足りなすぎる。やっぱりバレちゃう。じゃあやっぱり私のアイディアで。デュランダル部隊が実際に通ったルートはかの有名なゴールドコースト観光コースだったの。だからメゲントロピーの部隊はただの観光に来てて、偶然デュランダルと出くわしちゃったんだって言えば通るよ。そんな口実わらじ虫でさえ信じないわよ。いや、いけるかも。ファンタジーっぽいものの明らかな論理の破綻がない。試してみよう。どうでした学院長、うまくいきました？信じてくれたね。まさか正直すぎるあまりおバカ同然なのかしら。デュランダルは話のわかる人だと思っていたよ。いいお友達になれるかも。